皆さんこんにちは。背番号15番の大山です。背番号26番小島です。背番号29番加藤です。今回はジュニアのセレクションということで、ジュニアからトップチームに上がった3人が集まりましたけど、まあそれぞれ思い出だったり、いいこと、良かったことだったりあると思いますけど、なんかまさと良かったこと、お見合いって良かったこと、良かったことは、まあやっぱ上手い子が集まるんで、そのサッカー、やっぱ技術面だったりがすごく向上すると思うし、そのやっぱり人間としてやっぱ成長できると思います。まあ、思い出、ヒントなんかある？思い出、まあ、自分たちの代で初めて全国大会行って、まあ、他にもいろんな各地に遠征行って、そこでチームのみんなとワイワイ楽しくやるのが、やったのがいい思い出ですかね。最後に、ケイスケ君、みんなへメッセージお願いします。メッセージね、まあ、大宮のに合格してジュニアに入るとなると、やっぱりいい指導者に出会えると思いますし、サッカーをする上でとてもいい環境が整っていると思いますので、ぜひ皆さんいっぱい練習して合格に向けて頑張ってください。応援してます。